お疲れ様でございます今回の「気になる男83話」は「家事は楽」というシンプルなタイトルでお届けしますまあ結構勇気がいるタイトルですけども「本当なんだからしょうがない」と言われればね「本当なんでしょうがないです」「家事は楽です」何と比べて楽なのかって問題もありますけども少なくとも月に30万稼ぐよりはだいぶ楽ですねとなると月に100万稼ぐ人その人から見ると 家事のどこがが手間かかかるんですすって話になりますそもそも月収100万ぐらい稼ぐようになると特に独身男性って家事得意なんですよね、うん、だから家事をさせるために結婚するっていう考えはもうすでに昭和の考え方で今には当てはまらないです家事だって手間かかんないですからねあの多分ね高校生ぐらいでアルバイトを始めたら家事のなんか練習みたいなことをすると思うんですよアルバイトで時給800円とか900円もらいながら 調理をしたり掃除をね店内の掃除をしたりとかされると思うんですよじゃあ一日中それやってますかって言ったら別にやってないと思うんですよ会社のオフィスでも複雑な店舗とか広い敷地のそういったあ会社とかでもね一日中やってるかって言ったらやってないんですよね、まあ、つまりは掃除にしても家事にしてもその他子育ての話も今日出ますけどもきちんと学習してきちんと訓練することによってその効率っていうのは高まっていって精度っていうのはね 向上すするんですよ、ね、まあこれはあのメカニズム的にそうなんでどうしようもないんですよ、うん、ですからそういうことも込みでね話していきましょうでちなみに私家事得意で、えー、全般的に今でも私がやっておりますただしただしですよ家事は得意なんだけどもでもあえてね家族の一員としてやってもらうために少しずつうこう協力してもらうってこととかね まあ協力ってことは適当じゃないかもしれませんけどもやっぱり家族の存在意義とか名誉っていうものも個人的に出てきますんであのやっぱトライはしてもらってますねだからといって別に奥さんにどうこうっていうのはないんですよ私はあの私の考え方として家族に楽をさせたいから家族を持ってますからね家族によって自分が楽をしようっていう考えはないんですよでそういう発想についても今日後半の方でお話できると思いますんでよろしくお願いします さあ次のスライドショーですはいまずね家事のどこが大変なのかリスト化すると全然大変じゃないことに気づきますこれやったことありますか家事のリストか頭の中では何となくやってるでしょうけど文章にしてみましょうか多分ねあそんなことまで家事でやるんだっていう風に気づく方はいると思いますよはいまずは掃除ですね掃除って家事の中でもものすごく手間をかけるような気がしますけどもそんなにでかい家に住んでますぶっちゃけ 例えば 2DK とか 3LDK っていや簡単に終わりますよそんなところの掃除で私は1戸建てで 6SLDK に住んでます部屋数多いですで庭も広いです庭の手入れもしますで車は4台あります車も家事の中に入ってますよ車の掃除もしますからねいやこれずっとするんですよ例えば車でどっか出かけるじゃないですか 出かける前にしますし私は洗車もしますし車の中も整理整頓します、ね、子供も乗りますんで2歳の子供がねその子供に必要なものとかもちゃんと揃えておいたりとかおもちゃとかもありますしね万が一のためのブランケットとかタオルとか敷物とかねその他細かい工具とかも入ってますねこれがなくて困ったってことがないように車は家の縮図みたいにしてるんですよでそれが私の場合4台ありますんでね それでも全然へっちゃれでやりますし庭の手入れもずーっとやってますけども特にね高い松の木剪定したりとか庭の雑草を取ったりとかしてますけども別に毎日するわけじゃないですね全然できますよ、うん、部屋数も 6SLDK といってですね1階と2階に。 あるわけけですけども階段や玄関まできちんと掃除をしていつもきれいにしてますし必要なものを買ったりとか何な,なら生け花もしてますけどもそんなに大変だなって思いはないですそれをしながら仕事もやってますこれは私がね自分のレベルで言ってるわけじゃなくって、うんまあ、別にやってる人が私の地区では、まあ、多いんでね、まあ、このぐらいでべく、ね、へこたれないかなっていうところですよね、まあ、それからもともと1人暮らしの時にそのぐらいのことやってたんでなんかその 生活の一部になってるんですよね。そういうことするのがんだから何て言うんですかね。わざわざ家事っていう風なカテゴリーするのすらうん。こんなオーバーなことじゃないように歩いたら終わってるみたいな感じですよね。家の中歩いていたら自然にトイレも綺麗になってるし、お風呂に入って出た時にはちょうどお風呂の掃除もしながら、あのお風呂も入ってるみたいな感じですよね。うん、しかも私あんまり洗剤使わないんですよ。雑巾掛けだいたい1本ぐらいですよね。 洗剤もね本当ににほとんど使ってないですねあれこれとカビキラーがあったりとかねパイプウォッシュみたいなのはないですねでも全然困りませんああいったものは私は完全に無駄だと思ってますねあんなものはなくたってこまめに日々やってればそんなにね時間がかかるような家事がたまるってことは掃除がたまるってことはないんじゃないかなと思いますねはいで炊事炊事ってのは何かっていうとご飯を作ることなんですけども 買いい物物かから洗い物とかねゴミ捨てまで全部が炊事だと思いますけどもこれもねうん、まあ、私は調理を専門として飲食店もやってましたし、あのー、料理長とかもやってたりとかねそういった指導もやってましたってそういう経験もやっぱ20代であったこともありますしととか言ってむちゃくちゃゃく楽だなと思いますよね美味しいものを自分で作ってそのための買い物をしてもうレジャーですよこんなのね。 であのお献立に困ることもないですしレパートリーも200種類以上あるんで、えー、日々ね作ることも楽しめるし食べていただくことも楽しめるしって感じです当然ですけどもね掃除や数字のスキルがなかったら大変だなって感じると思いますよでもスキルがあるんで別に大変じゃないですね私はね、うん、はいじゃあ洗濯です洗濯はもうもはやね人間がやってますよね洗濯機がやってるわけでしょで洗濯機が 30分とか1時間かけてやってくれたもの自動的にやってくれたものをただ干すだけただ畳むだけでしょこれはね家族の人数が増えても別に大家族じゃないんでね5人10人みたいな昔の昭和の家族だったら大変でしょうけどもまあね自分と奥さんと子供3人ぐらいだったらすぐ終わりますよねそれこそ1日に何回も洗濯物干すわけじゃないですし時間計ってみたらほんとちょびっとでしかないんで一番かかるのは洗濯機が回ってる自動的に回ってる時間ですよね 大変ででではなかかったですす皆さんどうですかね子育てえー、私の場合は子供が生まれて今もうすぐ3歳になりますけどもほぼ毎日やってますね喜びと楽しみでやってますだから子育てって家事の一部で作業とか大変だとかっていう思いはなくって楽しみですよね子育てってのはだって自分の子供でしょ何がどう負担なのか全く理解できません <laughs> 子育てが大変だとかねいやめんどくさいんですかって話ですよね めんどくさがって育て育るもんじゃないででしょうとで子育てを楽しめるためには楽しむためには子供が生まれる前にねできることって結構あって例えば育児とか保育とか療育ってすでにもうね学べるんですよどんなことがどの時期に起きるかその時にどうすればいいかほとんど学べますで学んで学んで学んで子供が生まれましたそれを使っていくだけその上でもイレギュラーはありますよもちろんでもほとんどイレギュラーって起きないんですようんでそうなってくると どんなことを準備してるかによって子育てっていうのが快適に楽しめるかそれでも子育てに追われてみたいなねそういうことになっちゃうのかってことが分かれてきますで昔は情報がなかったんでそしてあの人と関わることもね今みたいにスマホもないですからどんな問題が起きてどういうふうに解決したかなんて本当にねあの悩んだと思いますよ、うん、だからお母さん同士のつながりって必要だったのかもしれませんけどもそれも地域で。 コミュニケーションが上手な人ならいいんですけども、そうじゃない人ってのは本当に大変だったと思います。孤独だったと思います。でも今はもう別に人と繋がんなくても、子育ての例ってのは山ほどあって、どうやって楽しめるか、どんなものを買えばいいのか、どんなものは必要ないのかってことはもう既に学べますんで、子供が生まれる前から、なんだったら小学生、中学生からでも学べますんで、それをやっていなければ、毎日がイレギュラーです。でもほぼね、同じようなことが起きるんですよ。あとね、 子供って結局0歳1歳2歳3歳ってほぼ何もできないわけじゃないですかねどっかバイクに乗ってどっか出かけて行ったりとかねうんどっか知らない人の家に荒れがり込んで喧嘩することかないわけですよねうんだから子供のうちはまだ楽ですよね自分の手を離れだして10代の半ばから後半20代の前半から中盤こっちの方が手間かかりますからねゾッとしますよねやれあれくれくれくれ買ってくれっていうものは高額だしね それから悪い友達との関わりがあったりとか、親の知らないところでね、なんか援助交際したりとかね、むちゃくちゃ手間がかかりますよ。それ考えたら、3歳までで全く値を上げることはないです。むしろ、ものすごくいい経験させてもらったなと思いながらやればいいんじゃないかなと思います。その辺はね、私ね、その、母子家庭の方にものすごく教えられるんですよね。母子家庭で仕事をしながら子育てをしている。うん。これは大変だと言ってもいいレベルかもしれませんけども、でもね、なんか、 自分がこの子の人生を支えてるんだなと思ったらやっぱやめられないっすよみたいなことを聞いちゃうとねたくましいなと思うばかりでございますけどもうんやっぱりねなんか子育てってそんな負担に感じるものじゃないような気がしますねで次です間接業務がありますこれ家事をやってるよっていうふうに忙しく家事やってるよっていう人でこれどのぐらいやってます間接業務例えばね高熱水費の支払いとか通信費のの各種の支払いどうされてます 家計簿はどのようにつけてますレシートはちゃんと回収して分類してますか家計簿つけてますかね。あの、お父さんは仕事をしてる都合上、もっと大きな金額、もっとたくさんの領収書、きちんと管理してますからね。だから、家計ってあれでしょまあ、月に20万とか30万円分のレシートとかじゃないですか。でも仕事をすると1000万級の,あの領収書のやり取りですから。 しかも間違いを許されない公的機関とか取引先へのお客様へのお客様への証明書になりますんで税金のこともありますしねそれから家計簿の他には固定費の節約してますかってことですよインターネットの通信引かれてる方は2年ごとに切り替えたらものすごく得なんですけどもやってますか <laughs> 消費活動に責任があるわけですよ家事ってのねそれから電気代も 民間の電気会社とか、それから大手、えー、なんとか電力みたいなね電気事業連合会こちらの方に振り返るかこれによっても全然基本料金変わってきますけどもそれこそ電気代を何も考えずにずっと引き落とされたまんまになってるんじゃなくてなるべく消費活動に効率をもたらしてね同じ電気だったら安い方がいいじゃないですか。それを常に比較して、 別に毎月じゃなくてもいいんで半年に1回とか3ヶ月に1回見直してちゃんと必要なお金で最大限の効果が出るようにやってますからと、うん、こういったことも大事ですよつまりは仕入れ先を変えるってこ,とですこういうことまでやって家事だっていうんだったらうんそれはちょっとはね大変かもしれないですよねまだあります地域活動あるでしょ町内会どうしますか PTA どうしますかご近所付き合いどうしますか ここういったことをやるるからこそ働く環境ができるとも言えますし地域ってものと揉めてないからね、うん、やっぱりこうあの奥さんいつも笑顔でいいよねっていう風に評判になるぐらい風通しがいい環境を作ってるからこそご主人もさぞかしいみたいな感じで内需の効果を測れるわけですよね、うん、だからね家事ってねまあ主にこんなところなんですけどもただほとんどやってないのに忙しいって言ってるんじゃないかなと思います。 当然私これ全部やってます町内会にいたって私町内会長も子供が1歳の時やってますけどねもちろん他の役員もやってます0歳でも今でもだから地域活動をやりながらとかで,できる、まあ、私ができるからみんなできるってわけじゃないですよ、うん、でも町内会見てもじゃあ子育て中の方がね町内会できないか PTA できないかって,って別にやってるんでむしろできない人に合わせて できない人の事情を聞いて大変だねって言うんじゃなくていやどうやって楽にしていくかっていう風な工夫はできるんじゃないですかとかうんなんかそういうことをするから日々どんどん自分の家事とかね育児とか地域活動っていうのが楽になっていく効率的になっていくそれは待ってるだけじゃなくて誰か教えてくれると思うんじゃなくて自分で学んで自分でやっていくことだと思うんですよ ね、だって仕事はお父さんお母さんねどっちも仕事してる家もあると思いますけども主にお父さんの話しますけどもお父さんはじゃあより少ない労力でたくさんのお金を稼ぐために心血を注いでるんじゃないですかじゃあ同じように考えた時に家事については家事は大変だからしょうがないよねで何もせずによろしいんでしょうかってことなんですよ、うん、あの全然工夫できますんでね、はい、で大事なのがこれです 家事が大変だなとか本当に思うんだったらどういう風うにすれば大変じゃなくなるのかちゃんと考えて例えば洗濯機が新しいのが欲しいと思うんだったらそのコストを計算してお父さんにいやこの洗濯機じゃ家事大変だからさ買い替えようよって要求出せばいいんですよね。掃除にルンバが必要だって言うんだったら掃除機買ってもらっていいと思いますし掃除機もね 1>, 1階から2階に持って上がるの大変だから、2階用の掃除機と1階の掃除機買ってくれないって言えば、それは要求してくれればいいんですよ。そういう風にして、予算を要求して、家事が楽になるように、稼ぎ手にね、ちゃんと伝えてますかってことですよね。いや、なんだったら、本当に家事が大変なんだったら、お手伝いさんを1時間2200円で雇ってください。そのぐらいの稼ぎはご主人にあるでしょ。どうしても自分が家事がね、 大変だ面倒くさいって思うんだったら別にやらなくていいんですよお金で解決してくださいということです自分でやって大変なんだったらあ家事は仕事でやりますんでどんどん仕事ください私は楽ですよ家事楽しいし負担に思いませんよっていう人が世の中にいるんでそういう人がね時給で働いてくるわけなんでその人に丸投げしてあなた一人は楽をしてくださいって話ですよねはい家事は大変だって思い込みね、えー、まだまだあると思いますけども なんでこういう思い込みが起きたんでしょうかそこにちょっとメスを入れていきたいと思いますはい江戸時代から明治時代そして昭和の初期から中期にかけてそうですね昭和40年代あたり本当に火事は大変でしたこれは本当ですですんで今50代から60代70代の方がいや火事は大変だよっていうのはこれは本当にそうだと思いますよですんで今まで火事にね一生すり減らしてきた60代とか70代の方あなた方は本当に大変だったでしょう ななぜならこういうふうに考えることができますあのテクノロジーなかったでしょ今70代の方で洗濯機を使えずに洗濯板でやった方いるんじゃないですかね調理場に立ってもあ台所ですけども包丁を研がないといけなかったでしょ今みたいなステンレスの包丁なんてないわけですからそれこそ1,000円とか2,000円でね何でも切れちゃう包丁が今売っててしかも研がなくていいわけでしょ もっと言ったら総菜のテクノロジーが世の中に売れてますんでパック詰めの商品買ってきても夕食はできちゃうわけですよ冷凍食品もあるでしょ掃除機もなかったでしょいや今はね本当にね楽に掃除をしようと思ったり楽に家事をやろうと思ったらいくらでもお金を買うことができるんですよお金で買うことがだからテクノロジーをどんどん個別策に入れていってどんどん家事を楽にすることができますそれが現代のの家事の からくりですよでもそういうのがあの昭和の40年代あたりまでなかったわけですからね <laughs> 大変ですよそれはしかもね子供が多かったんですよだから全ての工数が多かったでしょ子供が多ければご飯を作る量も増えるしねそれから子供の使ったものを整理整頓お掃除洗濯する量も増えたし子供があっちに行ったこっちに行ったっていうふうなあ自分は一人なのに 手間かかる子どもは多いわけですよねでも今子どもって1人か2人でしょもう両手の腕があれば足りるんですよどうでしょうかね家事は大変だってそうなんですかねでしかもねかつてはご主人が奥さんの家事や育児介護に介護もやってたわけですよ昔の奥さんってのはねご主人のお父さんお母さんの介護もやっていたんですよでで、もご主人は外にに働きに行くだけで こういっったた家事や育児、介護に参加する風潮なかったでしょ。実際にやってなかったと思いますよ今70代のお父さん家事できないし料理できないし介護もやったことがない育児にはほとんどかかったことがないから子供との付き合い方が苦手っていう方がいると思うんですよいやそれで良かったと思いますけどねだからご主人がやらなければならないほど奥さんを手伝わなければならないほど奥さんが自分の領域をね手を余らせていたっていうことはなかったんですよねもちろん大変だったと思いますよ本当にね でも今はそういういこととがほとんどないです。なんだったらご主人が奥さんの家事や育児、介護に参加するでしょう。うんだからここまでご主人が仕事もしながらあの奥さんのやるべきことも肩代わりしてくれていて大変ではないと思うんですよねもちろん個人的に理量の差があって大変だってのはありますそこまで否定してるわけではありませんあくまで一般論として言いますけども奥さんがやることって家の中でほとんどなくなってきてるっていう現状は テクノロジーや常識の変化のおかげでなくなってきたっていうのはねこれは認めないといけないことだと思いますよだからこそなんですよ奥さんが働きに行っちゃうとそうならなくなるんですよ私も働いてるんだからみたいな感じでご主人の仕事のパフォーマンス落ちるんですよでもご主人の年収が低いようだったらそれは共働きでご主人も家のことをやった方がいいですでそこは大きく違いますある一定の年齢えー、年収かだからね月収30万とか40万だったら まあ、共働きの方が望ましいでしょうね。その辺は、私が今ずっと話してる、こういった考えに違和感を持つ人の過程は、世帯年収がね、やっぱり、4、500万のところでは、その通りだと思います。まあ、私だからご主人がね、月収50万とか100万稼いでる人の話をしてますんでね。そういう場合は、まあもう奥さんがやった方がいいです。それは <laughs>。 で奥さんがどうしても家事が大変って言うんだったらお金で解決する方法をご主人に相談した方がいいと思いますしご主人にはそれだけの財力がありますんでいいよって終わりですよはいそして昔ね奥さんもう幼い頃からまだね少女時代から将来お嫁さんになったらとかね将来奥さんになったらみたいな感じで嫁力とかね妻力を養われていたんですよだから将来の夢はお嫁さんみたいな形の女の子いましたよねいいですよね はい、でね平成時代には常識の変化やテクノロジーのおかげで家事はむちゃくちゃ楽になったんですよ私も一人暮らしは長かったですでも家事で苦労したことは全くありませんいまだに何とも思ってませんよねですんで私はまあ,あの仕事をしながらね家事もやってたりとかしてきましたけどもうん家事が負担になったことはないですよね まあそれについては別の考え方がありますのでこの後また紹介させてもらいますはい2000年以降の家事は楽というテーマで今回お話していきますね今回のスライドショーそんなに多くないですからあのー、もうちょっとお付き合いください西暦2000年以降の家事は楽もうお分かりになりましたよね常識の変化とかテクノロジーの変化によって家事楽になったんですよ誰が洗濯以下でね何時間も掃除して洗濯してますね そんなに大豪邸に住んでいて掃除に一日中帰りますみたいなところありますないと思うんですけどね少なくともね2階建て1戸建てぐらいだったら庭の掃除車の掃除までやってもちゃんと時間余りますよねはい、まあ、それでもね家事は大変だという方にメッセージです基本的には家事ごときで手こずるあなたの能力が低いと家事に膨大な作業があるわけじゃなくて家事ごときで手こずっちゃダメですよってことですよね まあ今日の時点で手こずるのはいいでしょう。でも一年経っても手こずってるようだと何の工夫もしてないってことですね。じゃあどう考えていえばいいんでしょうか。あなたは家事作業のリスト化しましたかと。今回のスライドショーでは家事作業のリスト化もうしましたよね。振り返ってみてもらえばいいんですけども家事作業をまずリスト化して家事にはどんなものがあるのかシンプルに見てみてください。そしてそれぞれの必要時間を弾き出してください。大して時間かかんないですよ。あの、 たくさんの部屋をお持ちの方ね大豪邸お住まいの方一つのお部屋を整理整頓して掃除するのに何時間かかるんですかとまあせいぜい10分ぐらいでしょね10分以上かかっちゃうとどんなに大豪邸でどんなに素晴らしい間取りね10畳とか20畳の家に住んでるんですかって話になりますあの8畳の家でも整理整頓してまあ雑巾掛け掃除掛けしてもね10分ぐらいですよね じゃあ10部屋あっても2時間かかんないわけですよ10部屋あってもですよしかも10部屋あっても10部屋は毎日しないでしょ普段使うところだけやればいいんでそれこそ1日に1部屋2部屋でローテーションすれば1週間でビシッとみんなきれいになるわけですよそれ考えるとね会社とかお店に出勤してる人の掃除の方がもっともっと手間がかかってると思いますよねはいえっとスマホなどで情報を取ることによって家事の上手なやり方学んでますかとうん あの効率悪いことをずっとやれば大変なんですけどもだけどもう効率よくこうやったら簡単に楽に終わるわよとかねこんな機材使ったら手間がかかんないわよみたいなことを無数にもう紹介されてますので1回だけその上手な家事を身につけちゃいましょう1回身につけちゃうと一生使えますんでもう新しく家事の上手なやり方を学ぶことはありませんたった1回でいいんですよしかもその家事の上手なやり方を学ぶのは別に結婚したり子供ができたりしてから初めてやんなくてもいいんですよもっともっと前からできますんでね 家事はもうずっとありますんで1000年前からありますんで、はい、次あとねこれが肝心なことなんですけどもテクノロジーを購入する予算要求してますかとこういったものがあったら家事が楽になるんだけどなぁって思ったらすぐ買ってください買うための予算を計算してご主人に買ってもらってください家事が楽になるんだったらお金を,を割かないようなケチな稼ぎの人 だったらこれは難しいですよ。ケチな稼ぎって悪い表現しちゃいましたけども、確かにね、月収二十万とか三十万だと、ポン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 家事に必要な機材がね、五万十万と買えないんですよ。でも何度も言いますけども、私がここで話題に出しているのは、月収五十万だの百万だの稼いでる人の収入に対して家事にかかるようなそんなね機材が買えませんかってことなんですよ。百万円級の家事に必要な機材ってないでしょ。 せいぜいジャパネット高田見ても10万円以下とか抑えられてるわけですよしかも1回買うと10年単位で使えますんであんまり必要なくなってくるんですよね減価償却って考えると1日に数百円とかで済んじゃうわけですよだからねもし家事が大変だなと思ってこういったものがあったら家事が楽になるんだけどなとか思うんだったらもうどんどんお金かけてもいいんじゃないですかいやそのためにご主人には 一生懸命稼いでもらってくださいっていうこととご主人もいくら予算を要求されてもいいよーっつってからね買えるだけのお金用意してくださいしまいにはリフォームするお金300万とか500万とかもああリフォームして楽にやっていこうかみたいな感じでねやればいいと思うんですよそれこそ毎年リフォームはできないってことを覚悟の上奥さんもちゃんとそれでリフォームのことを考えてくれると思いますんでリフォームしたけどダメだったねごめんねじゃあ済まないようにちゃんと考えていけば いいいと思います、はい、つまりね家事を楽にする予算投入と工夫をしてますかってことなんですよこれをしてないんだったら大変って感じで家事はずっと大変なものですよだから全てはその家事をやってるその人に原因があるんですよ昔みたいに家事がね膨大な時間をかけるもんじゃなくなってきましたんでね家事は楽ですじゃあ考え方まとめていって終わっていきましょう大切なのは心なんですよ ここまで言っといて何がここだよって思わせるでしょでもシンプルに心です例えばご主人から奥さんにしても奥さんからご主人にしても誰から家族にしても家族から誰に対しても愛する人の手を煩わせないように自分が支えようと思ってますかね。自分だけが大変だから何とか自分の仕事を家族の誰かに肩代わりさせようって思っちゃってませんか そもそも愛するる人を支えるために自分がい,たいと思うわけじゃないですか。じゃあね2つに分けてお金で支える生産活動を担当しているのかその他作業なり家事で支える消費活動を担当なのかってことをシンプルに考えて分業なのか分担なのかってちょっとね本当にこの2つに分けてみてくださいとどちらが自分の持ち分なんですかまあ、多くは 稼いでるご主人がお金を支えるお金で支える生活活動を担当でしょ生産活動を担当でしょで生産活動を担当してるのに家事やってっていうふうに作業に新たなる負担かけたらお金で支える活動が不十分になるわけですよで逆に作業で支えるべき消費活動担当の方に下手にねご主人がしゃしゃり出るとこれまたあ私がやってるとこなのにみたいな感じでね不具合を生んだりとか逆にですよ お金で支える活動がうまくいかないなからって言ってて言奥さんとかに「お前もちょっとは稼げよ」って言ったらじゃあ消費活動作業で支える方はどうなるのってことになっちゃいますよねだからパシッと収入所得の高い人が例えばご主人でも奥さんでもいいんですけど一人いる場合はその人にはそっちだけを担当してもらった方が絶対にいいと思いますよどちらが自分の持ち分なのか全て自分の活動を愛する人のためにあるよってことです、ね、稼ぐ っていうことは、愛する人のために稼いでるわけですよ。じゃあ、家事をやるってことは、愛する人のために家事をやってるんですよ。じゃないですか。うん。だから自分がやるのがめんどくさくなってきた、大変だなと思うから、それを誰かにぶん投げるんですか、っていうことですよね。まあ、そうしたいんではすればいいですけども、家庭崩壊の第一歩がそこに刻まれるってことです。どうでしょうか。はい。大切な気持ちは何なのかなってことを考えてみると、 一緒に住んでくださってる家族に快適な環境で過ごしてもらおうとしていますかっていうことが根底にあるんじゃないですか、はい、せめておいしいものを食べてもらおうと思えばいや私がちょっとね今回はお買い物から料理までするわって感じになるんじゃないですか食事がまたなんかめんどくさいなあんたもちょっと作ってよってなります、はい、清潔な環境や衣服で過ごしてもらいたいと思ったらどうでしょうかお掃除や洗濯にも 身が入るんじゃないかなと思うんですよそれをね面倒くさいことをやらされているって考えちゃうんですかねちょっとはあんたも掃除ぐらいしてよとあ、服脱ぎ散らかして何やってんのってなりますかあ、この人はここに服を脱ぎ散らかしてその分仕事金稼ぎにぶち込んでくれるんだったらじゃあ洗濯機2台買ってぐらいのことを要求してみようかなっていう風うに考えてがいいんですよ乾燥機も買ってもらってください無駄になってもいいから そんななななこここととが無駄になったででね起こるよようししょぼいい収入をしてないですよご主人ははいそして十分な間取りの住まい行き届いたメンテナンスこれどういうことかっていうと家族がね十分な間取りの住まいに住んでいるかな自分の今環境は十分な住環境かなってことを考えるとご主人はしっかり稼いでいい家を手に入れてくださいねそして行き届いたメンテナンスこれは今度その 住まいを与えられた奥さんの仕事になってくるかもしれないですね、うん、あご主人がね旦那さんがこんな素敵な住まいを用意してくれたじゃあこれをもう本当にね住み始めた初日ぐらいのピカピカの状態をどのぐらい維持できるか私の責任だわみたいな感じでやっていってるいいんじゃないですかご主人の持ち物を大切にしたいという思いが奥さんにあったらそれはもう2人のものになるわけですよ、はい、で次です、ね、車は 一家で1台とかまああって2台と思いますけども用途によって選べる乗り物があるといいと思いませんか自転車でも三輪車でもそれからね家族用のミニバンワンボックスとかがあったりとか奥さんと2人で乗るためのデートカーみたいなのが、ね、あったりとかねもっと言ったらご主人が1人で楽しむ趣味の車があってもいいと思いますそのぐらい稼いでもらってるんじゃないかなと思います 月収50万とかちょっとともかくですけども100万になると別にそのぐらいはなんてことはないですねはいこれねあの必要なものがすでにある環境、うん、だからね大切な気持ちは必要だなと思って手に入れるんじゃなくて必要だなと思った時には既にあるっていう環境ですだからあれがないこれがないっていう状況にならないようにカツカツで例えば家計に必要なものとかね えー、洗剤とかねなんかその他のもの細まごもとしたトイレットペーパーとかそういうのがちゃんとストックできる環境とかストックできるようなお金とかねそういうものがあればいいわけじゃないですか。ね、だからお金にに不自由しなないような稼ぎを自分は絶対に持ってくるからねっていうふうな気持ちがあれば稼ぎ手としての責務は全うできるしじゃあそのねえー。潤沢に 稼いでくれたお金をどういうふうに分配して使っていって快適な環境を維持しようかなっていうふうに奥さんが考えればこの分担作業は理想的に向かっていくと思いますけどもいかがでしょうかねつまりはお金で支えるのか労力で支えるのかあなたはどっちをやりますかっていうふうにしていくとものすごくやりやすいんじゃないかなと思うんですよねよ。くね 家事を手伝ってってていいう人います気持ちは分からないでもないですけども逆に金稼ぐことを手伝ってっていうふうに言えない立場のご主人もいるわけですよねはいえー、YouTuber の話を今回ねしたかったんですけどもまあでも YouTuber の話にやっぱり戻しましょうか YouTuber は24時間戦ってますなんなら寝てる間に見た夢ですらネタに使うことがあります、ね、YouTuber は24時間仕事をしてるんですよどの1秒を切り取ってもお金になるように工夫してます その結果、月収100万というのがもぎ取れてくるわけなんですよ。オンとオフってないですからね。でも、家事作業には終わりがあるでしょ、ね。例えば、部屋を掃除しました。次の瞬間、またしないといけないですかね。いい加減のところで終わりますよね。<laughs> それこそね、畳の網目の隅まで、雑巾でやあの、ね、爪楊枝でコシコシ絞るようなことしなくてもいいわけじゃないですか。とりあえず、快適な環境が備われば、そこで終わりなんですよ。 窓枠にほこりがついてるよみたいなこと言わないと思うんですよつうか窓拭きしてます家事をやってるっていうふうに言ってる人窓汚れてますからね用心してくださいねはいで家事はしかもね1日2日やらなくてもすぐには困りませんなんだったら1週間家事を全くやらなくてももう今はねこの世の中困らないんですよ <laughs> 困らないでしょでも仕事って1週間休んだらどうなりますいや1日休んだらどうなります休むことは許されませんお金を稼ぐことははい しまいには家だって家事代行ってあるじゃないですかすでにじゃあ1日にね5万円も払えばパーフェクトな家事をやってくれますよ5万円じゃなくてもいいですよね2万で十分じゃないですか1万円でもいいかもしれないですねそうなると仮に1日2万家事を代行して奥さん何もしない状態を作っても旦那さんの収入はそれを十分支えますよどうですか奥さん自分の存在意義 自分で作っっていいいかななと本当にそうなっちゃゃますよじゃあ家政婦さん雇おうか家事代行を雇おうか、えー、と月に55万ぐらいかかるらしいな俺の収入が100万あだったら55万家事に払うからそれで行こうよみたいな感じですよねそんなことを言われたら奥さんも立つ手がないですよ、ね、うん、だからやっぱりねあの愛する奥さんに家事をやってもらうから日々の暮らしに愛情も深まるんじゃないですか あーネクタイちゃんと出しといてくれたんだな嬉しいなーっていうふうに奥さんに思うのかさすが家事代行頼んだら誰でもこのレベルでやってくれるっていうふうに思われるのかねどうでしょうかね、はい、ということでね今回も変なこといろいろ喋りました <laughs> 10月25日火曜日21時から「誰にも文句を言わせない稼ぎを叩き出せ」ということでねあのここまで言った以上稼ぎてたる お父さ月収100万ぐらいの時稼げなかったらこんなこと言えないでしょそれこそ月収20万30万のままでいるとあんた休みだからってゴロゴロしないでよってうのにも付き合わないといけないし私から言わしてもらうとそれはあなたは家事をやりなさいと奥さんに金銭的に楽をさせてないんだったら作業も、うん、大変な思いをさせるんじゃなくてねもうね馬車馬のようにやってくださいって話になりますでもやっぱ しっかり稼いだんだからちょっと家のことは任せるよぐらいな感じでねそうだよね分かった分かったあなたの稼ぎを落とさないためにももう家のことは心配しないで私の領域だからみたいなことをね頼もしく請け負ってくれるような奥さんと楽しく暮らしていければいいんじゃないかなと思います今夜ライブ放送よろしくお願いします